清成隆一、清成隆一、清成隆一、1982年9月23日体は、日本のレーシングライダー、ロードレース、埼玉県川越市出身。2001年全日本ロードレース選手権、ST600 チャンピオン。2006年2007年2010年、ブリティッシュスーパーバイク選手権チャンピオン。2005年2008年2010年2011年。 鈴鹿8時間隊級ロードレース優勝。2008年から2009年まで、スーパーバイク世界選手権に参戦。プロライダー育成を目的とする、鈴鹿サーキットレーシングスクールジュニア、SRSJ に入校、全日本ロードレース選手権にデビューする。その後、熊本の本田家有力プライベートチームチーム校、たけしに加入。同チームは、加藤大二郎。 玉田誠、宇川通る、中富慎一、柳川明など世界レベルのトップライダーを輩出している。全日本ロードレース選手権参戦開始以来2001年まで目立った成績は残せないでいたが、2002年に創設2年目となる ST600 クラスへの転向を契機に躍進する。開幕から連勝を重ね ST600 チャンピオンになったほか、最高峰クラス。 プロトタイプやスーパーバイク、JSB1000 などの混装にもスポット参戦し、TI サーキット間では JSB1000 優勝を果たした。JSB は市販車同然前の最も戦闘力の低いマシンながら雨のためパワーを持て余すプロトタイプやスーパーバイクのマシンを抑えて総合優勝し、時代のトップライダーとして注目される。 翌2003年4月にスポーツランドスゴで開催されたスーパースポーツ世界選手権 WSS 日本大会にスポット参戦し2位を獲得。その後、同年モートジッピーレース中の事故で亡くなった加藤大二郎の後任してグレシーにレーシングと契約した。勝てるマシン RC211V に乗るも初めてのクラス、初めてのサーキットだったことや、 テスト不足もあり、最高位は10位2回と低迷。2004年は BSB に転向。ここでも慣れないサーキットに手こずるが、経験のあるドニントンパークでは2ヒート完全優勝。2005年は全13戦、怪我により、出場11戦26ヒート中12ヒート優勝。最多勝ちながらチャンピオンは逃したものの、ランキング2位を獲得。そして、 BSB の3シーズン目となる2006年、ついにチャンピオンを獲得した。2007年は、ディフェンディングチャンピオンとして BS、BSB4 年目のシーズンを戦い、2年連続チャンピオンを獲得。また、全日本ロードレース選手権の最終戦に、スポット参戦。BSB と同じ2ヒート制でのレースだったが、2レースとも2以下を大きく引き離す圧勝でシーズンを終える。 2008年は、スーパーバイク世界選手権に、ホンダのトップチームである、天型とホンダから参戦を開始した。7月27日に行われた第31回、鈴鹿8時間耐久ロードレースでは見事に優勝。自身2勝目、清成の序盤でのリード、パートナーカルロスチェカの急な雨の中での見事な判断、などなどで完全勝利、HRC に3年振りとなる勝利をもたらした。 八大勝,勝利の一週間後、ブランズハッチで行われた、WSB 第10戦イギリス大会では、WSB 参戦以来初のダブルインを達成。次戦、ドニントンでも1勝を挙げ、シーズン3勝、シリーズランキング9位で、デビューシーズンを終えた。2009年も典型とホンダに残留し、ランキング11位。2010年は、HM プラントホンダから BS、BSB へ、 またき参戦。第4戦、キャドーエルパークで復帰後初勝利を挙げる。続く、マロリーパークでも勝利。3年ぶりの全英王者を狙う。タイトル争いは、最終戦までも連れ込み、トップと15ポイント差で挑んだきよなは、奇跡的な3連勝で BS、BSB3 度目のタイトルを獲得した。7月には、鈴鹿8時間耐久レースに、ハークプロから参戦。 チームメイトの高橋匠と参戦をし、優勝。清成にとっては3度目の鈴鹿8体優勝となった。前年シーズンの不調からチームを解雇され、翌年の動向が注目されていたが、2012年は、ムサシ・ボーンス・ホンダ・レイシングから、アジアロードレース選手権の SS600 クラスへ参戦した。第2戦インドネシアでダブルウィンを果たすと、 第5戦の台湾でもダブルウィンを達成。最終戦カタールのレースに優勝と5勝を達成し、その他レースでも上位入賞したことで、前年チャンピオンの藤原勝明を抑えて、シリーズチャンピオンを獲得した。7月には、前年同様にハークプロから鈴鹿8時間耐久レースに参戦。最多優勝記録隊4勝に高橋匠、青山博和と臨んだが、 デグナーコーナーで清成が点灯し、マシンから漏れたガソリンに引火し、マシンが炎上。消火後マシンをピットまで戻し、スタッフの必死の修復作業で、終了1時間前に修理が終わり、コース復帰したものの50周遅れの41位という、結果になった。2013年は、サムサンホンダより BSB へ、再び復帰して参戦。第戦のクルでレースとも位に入り、 再復帰後発表彰台を獲得した。7月には、鈴鹿8時間耐久レースに、ジョナサン・レイをパートナーに、カー CCTSR より参戦し、最多優勝記録隊に、再び挑戦。スタートで出遅れたもののトップに立ち独走体制に、入ったものの、前年同様にデグナーコーナーで転倒し、マシンが大破してしまう。ピットまで、なんとか戻るものの、 修復が不可能なほどのダメージだったことから修復を断念し、リタイアとなった。2014年は、清成隆一にとって新たなチャレンジの年となった。2013年12月、マネージメント事務所のスピードオブジャパンが、清成の BMW 遺跡を発表。これまでホンダ一筋できた清成の遺跡は、国内外のファンのみならず、レース関係者を驚かせた。 BMW に移籍した清成隆一は、この年のシリーズ第4戦のクヒルにて、BMW にとっての BSB 初表彰台を優勝でプレゼント。その後、7勝を挙げ、BSB 2 3 50勝を達成した。最終戦までタイトル争いを演じ、ランキング2位でシーズンを終えた。2015年もビルドペース BMW から、 BSB フル参戦が発表されている。この年、清成はファクトリーサポートを失ったチームで苦労をし、ランキング20位でシーズンを終えた。2016年、BSB に継続参戦。BSB 参戦10年目を迎える。そしてチームをベネッツスズキに移籍。スズキでの BSB 初参戦となった。清成はシーズン開始当初から苦戦。 そして第7戦でチームを離脱。第9戦でスミスレイシングに移籍をし、シーズンを20位で終了した。2016年シーズンの終了後、清成隆一は2017年シーズンを森脇モチュールレイシングと契約したことを発表。15年ぶりの全日本ロードレース選手権復帰となった。また4年ぶりのホンダ復帰ともなった。 チームは9年ぶりの鈴鹿八体復帰も同時に発表をした。2018年も継続して同チームから継続参戦をしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。